ゾメパートナーズの森です。今回は杉菜を全滅というね、お話をいたします。杉菜に困ってる方がね、まあまあいらっしゃるのかなっていうふうにね、思うんですけれどもね、あれをね、なんとかなくせないかという質問をですね、あんまりいただかないという感じなんですけれどもね、まあ困ってる方いらっしゃいますんでね、まあどういうふうにして、なくしていくかっていうところをね、考えていただければいいんじゃないかなというところでね、まあこれやればね、まあなくなっていきますよっていうことをね、今回お話していきます。で、杉菜なんですけれどもね、今ね、もう千葉県内ね、2023年今年ね、4月の今ね、12日に撮影しているんですけれども、その時点ではね、もうワン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 出てくると。出てくる時の音、ワンワンで合ってますかね。ワン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 出てくるというようなね、感じですね。でね、杉に似てるからね、杉菜というふうにね、言われていると。杉わかんなかったら杉菜がわかってれば、あれが杉菜に似てるんだね。わかるというふうな感じですね。で、今回ね、そのね、全滅するためにはどうしたらいいかっていうお話をいたします。チャンネル登録もやすよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、早速お話の方していくんですけれども、杉菜がですね、ワン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 出てきて困ってるよという方のための動画というふうになってます。まあ、サクッとね、内容ね、何やればいいかというところもお話しするとですね、定期的に狩る、もしくは光を当てない、あとは、酸性の土壌を好むんでアルカリ性にする、もしくは、湿度が高いと出やすいよ。この4つという風になります。あとね、除草剤も効果があるよというのがあるんですんで、まあ、5個ね、一応あるという風な感じなんですけれども、まあ、この5個のうちのね、どれか1個やるよ、じゃなくて、2個3個ってね、こう複合してやっていけばね、なくなりやすいという風になってますし、どん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 ね、早くなくなるよと。いうところになりますんでね。まあ、今年こそね、杉菜、ワン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 出てきた杉菜をね、なんとかしたいなっていう方ね、今回のお話、まあ、この5個の中の、まあ、最低でもね、2つ、3つぐらいやっていただければいいんじゃないかな。まあ、4つ、実質ね、除草剤やったらもう全部なくなっちゃいますんでね。まあ、4分の2、まあ、もしくは4分の3ぐらいをね、やっていただければいいんじゃないかなというふうな感じになります。で、杉菜なんですけれども、かなりね、量がこうね、出てくるよって、いっぱいね、1個出てきたらもう、どん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 、ワン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 出てくるよっていう風な感じなんですけど、これですね、土の中にあるね、地下茎と呼ばれているところからね、どん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 ね、こうね、根っこみたいなやつをね、こう土の中でこう育ててね、やるんですけど、そこからね、出てくると。で、これですね、ヤブガラシだったりとか竹とかもね、同じという風な感じになります。まあ、大体ね、どれもね、困るっていうのがね、多いのかな。特にね、やっぱ竹とか笹とかね、杉菜とかっていう風にね、言われる方いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな感じでね、その地面の中にある根っこっぽいやつがね、そこにね、栄養が蓄えられてるんで、そこがね、どういう風に伸びてるかわかんないから、どん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 出てきちゃう。ワン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 出てきちゃうという風になるんですね。だから、そのね、駆除するためには、その地下茎をね、全部なくさなきゃいけないよっていう風に、考えることもできるんですよ。で、あれば出てきちゃうわけですからね。ですけれども、地下茎にですね、栄養が残っていなければ、それは出てくるっていうことはないんですよ。栄養があるから出てくる。栄養なければ出てこない。枯れちゃうというふうになります。ですので、地上部のですね、光合成をするのをやめさせることができればですね、なんとね、地下茎に栄養を送るということはね、できないんですよ。ね。植物はですね、水分をね、根っこからこう吸い上げていってですね、で、吸い上げた水分を光合成させてね、葉っぱとかいろんなところで光合成させて、栄養を送り返すっていうのをやっているんですけれども、この杉菜も漏れなく同じことをやっています。水分を吸い上げて、吸い上げた水分と養分を使って、新しいね、栄養素を作り出して、糖分なんですけれども、それを作り出して、根の方に送ると。で、杉菜の場合は根の方に送って、根の成長をさせたりとか、地下茎を成長ね、栄養を蓄えるっていう、いうことをやってるんですよ。だから地面のね、この中、地面の中が見えるよっていう方はね、そこ掘ってね、もうそこ投資していただいて取ればいいんですけれども、ほとんどの方はね、見えないんじゃないかな。地面の中はね、そう投資することはできないんじゃないかなと思いますんで、どこをどうなってんのかね、地下茎がわからないよっていう状態になっちゃいますんで、ね、もう取ってもね、もう取りきれないみたいな感じになっちゃうと。で、栄養をね、どん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 やるもんだから、どんどんね、その地下茎に栄養を蓄えちゃって、またね、増えちゃうっていう循環に入っちゃうよというお話なんですよ。だから、地上部、出ている地上部の光合成をさせないようにしてあげるっていうのがまず一つなんですよ。で、それですね、刈るだけで大丈夫です。基本的に取るだけで大丈夫です。だから、地面から上に出てるところね、全部取っちゃう。
ね。そうしたら光合成できなくなりますんで、それでね、だん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 と地下茎に栄養を活かせないようにして、地下茎の栄養をなくさせる、使わせるということができるんですよ。ね。だから刈るだけで大丈夫と。でね、その葉っぱで光合成してんでしょっていうふうに考える方いらっしゃるんですけども、それはね、間違いです。主には葉っぱでやってるんですけれども、全部いろんなところでね、光合成ってしてますんで、緑色のところは基本的には光合成しているというふうに考えていただければいいんですけれども、杉菜見たことある方、地上から出ている部分で緑ではないところどこ？ということはですね、ほぼ全身でね、その光合成をしているんじゃなかろうかというふうに、考えることができるんですよ。だから、まあ、出てるところはもう全部買っちゃう。買っちゃったらね、あれ、光合成できなくなっちゃったなってね、やっぱ、杉菜技師もね、思いますんで、そしたらね、また新しく出てくる。新しく出てきて、あ、光合成できるな、よかった、ここで光合成しようっていう風にして、またね、そこでね、地下茎の方に栄養を送っちゃいますんで、出てきたな、取らなきゃ。出てきたな、刈らなきゃ。という風にしていただければいい。そういうことをすることによって、地下茎の栄養をね、枯渇させると。もう、使わせて、最後までね、バーって使わせちゃって、なくすっていう方法がありますよ。これ1個目ですね。で、基本的にはね、これに近しい感じのやり方でですね、光を当てないようにするっていうのもね、まあ、やり方の一つになりますね。光を当てなければ、要するに光合成ができないんで、刈らなくても、ね、光合成ができないんで、もう純粋に枯れてっちゃうよと。もうこういう感じのお話になりますんでね。まあだから、刈るか、もうなんか何かしらをね、こう被せちゃうかっていう感じになるんですよ。で、その、光合成するのもね、日陰だからね、ずっと日陰だからね、いいんでしょじゃなくて、もうそれね、見えてたらもうそれ光合成してます。見えてたら、真っ暗闇でね、もうこの距離で見えてないぐらいだったら、もう光合成できてないと思うんですけれども、ね、だから夜は光合成、夜もですね、街灯とかね、そういうのでね、光合成したりするというのもありますんでね。だからやっぱね、もう真っ暗にするためには何かしらをね、こう被せちゃうということしかないんでね。まあやっぱりね、防草シート的なもの何かでね、遮光するというふうなね、やり方がまあもう一つというふうになります。そうするとね、同じように地下茎に栄養を送ることができなくなっちゃいますんで、枯れていくというふうになります。あとはですね、やり方、もう一個ね、酸性の土壌を好むよというね、特性があるんですよ。杉菜。ですんで、杉菜が出てきてるっていうところは、ちょっとね、酸性がね、ちょっと強めの可能性があるよというふうにね、考えることもできます。杉菜が生えてるな。土酸性。ね。こういうふうに覚えておいていただければいい。だから、酸性好んでますんで、アルカリ性技師にね、こう寄せてあげると。そうするとですね、弱りやすいということができますんでね、出てきにくくなるよというふうになりますんで、石灰をね、こう撒いてあげるというふうにね、するのがいいとされています。ですんでね、まあこう石灰撒いてあげる。そうするとね、土の環境がですね、酸性からね、だんだんアルカリ性に寄っていって、まあ中性ぐらいにね、しといてあげると、でね、杉菜がね、育ちやすい環境ではなくなるというふうにね、考えられてます。で、日本はですね、基本的に、ね、弱酸性の土壌っていうふうに言われてますんで、杉菜はですね、育ちやすいという環境にあるというふうな感じなんですね。ですんでね、まあ定期的にね、その石灰撒いてあげて、買ってあげてね、石灰撒いて。買ってあげて。まあ、石灰もね、それ巻きすぎちゃうとね、アルカリ性にね、寄りすぎちゃうと、それもね、それでね、そこに植えてあったやつにもね、いろんな影響出ちゃいますんでね、まあ、ある程度にしといた方がいいというふうになりますね。これやりすぎてもう良くないよというようなね、感じになりますんでね、まあ、ぜひとも注意をしておいていただきたい。あとね、まあ、その隣に書きましたね、除草剤。除草剤はですね、もうやったらね、もうほぼほぼ一発でね、全部なくなっちゃう、なくしちゃうっていうこともできます。ただし、やっぱりね、今時ですね、結構ね、除草剤はですね、まああんまやんないよね、やるとね、なんか環境にどうなのみたいな風に言われることが結構ありますんでね、まあ、よくね、考えていただいてですね、やっていただければいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあよっぽどね、まあ自分の敷地内で、まあそれ以外別にやらないよっていうことであれば、除草剤やってね、全部ね、なくしちゃうっていうのも一つのやり方かなというふうに思いますね。で、あとはですね、湿度が高いっていう場合はですね、生えやすいというふうにされてますんで、乾燥した土壌にはね、生えにくいよ。で、乾燥させればいいんじゃないのっていうね、考え方もあるんですけれども、
どういう風にじゃ乾燥させればいいんだっていうね、感じになるんですけれども、まあ、やり方としてはですね、一応ね、違うなんかね、サラサラの砂撒いてあげるとかね、そういうのでも乾燥していきますし、あとはね、定期的に歩いたりとかするとね、踏み固められてね、乾燥していくっていう風にもなったりとかね、いろいろありますし、あとね、他に何も植わってなければね、表面の方結構ね、乾燥していくっていう風にもなっていきます。だからやっぱり、その定期的に買ってあげて、ね、その、やっぱ酸性にかなりね、寄っちゃってる土質になってる可能性がありますんで、石灰撒いてあげて、でね、定期的にやっぱ刈る。これがね、いいんじゃないかなって。買って石灰撒いて刈る。刈る。取る。ね、こういう感じでね、やっていただければいいんじゃないかなと。だからまあ、複合してね、やればいいって言ったんですけれども、定期的にやっぱりね、刈る。もしくは取る。これがね、一番いいんじゃないかなと思います。そうするとね、地下茎にもね、どんどんこうね、ダメージを与える、その、栄養分を活かせないようにできると。で、まあ、一番楽なのはね、除草剤。で、あとはね、防草シートみたいなのでね、こうね、覆っちゃうっていうのも、まあ、その後、出てきにくくなるというふうになりますんでね、まあ、こういう感じでやっていただければいい。まあ、こういうふうにね、考えていただければですね、今年はね、杉菜とね、あんまり戦わなくて済むのかな。結構ね、出やすいとか、あとね、もう一個ありました。ごめんなさい。もう一個ありましたね。背が高い、それ以外の、草を育てるっていうのも一個やり方なんですよ。そうするとね、やっぱり競争しますんで、草同士。そうするとね、もっとさらに強いのがはびこるという風になりますんでね。そしたらね、杉菜はなくなったけれども、他のやつに困りましたみたいな状態にはなりますけれども、一応ね、杉菜をなくすっていうのは達成できるんじゃないかなと思いますんでね。まあ、よく考えてね、やっていただければいい。だからなんか、荒れ地みたいになってるなんかね、なんか野原みたいなね、ところとか行くとね、杉菜ってあんまり出てないんですよ。じゃなくて、割とね、その、管理されてるようなところの方が出てる場合が多い。だから、なんかね、家のこの裏とかでね、あんまり歩かなくて、砂利だけ敷いてあるみたいなところとかだとね、結構ね、杉菜ばっかり出てるっていう風なところもね、見たりしますんでね、そういったところはね、また砂利敷き直すっていうのをね、大変なんですけれどもね。まあ、それもね、一個検討していただく。まあ、もしくはね、定期的に取ってあげて、光合成をさせないようにするっていうのがね、やり方になりますんでね。まあ、今年こそはね、今からね、やっていただくのがかなりいいんでね、どんどんね、光合成してね、どんどん地下茎に栄養がね、蓄えられていきますんでね、それをね、蓄えさせないようにしなきゃいけないわけですからね。ですんで、もう今からね、早速やっていただいた方が、今年からね、だんだんと減らすということができますんでね。まあ、ぜひともやっていただきたいというお話になっております。ということでですね、本日は杉菜のお話をしております。チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。